皆さんこんにちは、高校野球ドットコムの栗崎です。今年も一年高校野球ドットコム YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございました。今回の動画では今年一年間の総決算として高校野球ドットコムの編集メンバーに今年印象に残った取材や選手を紹介していただきたいと思います。今回語っていくのは川島編集長、記者田中裕樹 そして私、中学野球担当の藤崎です。まずは、川島編集長に。今年、ドラフト指名を受けた。高校生三投手について、語っていただきたいと思います。まあ、今年の高校生は、ドラフト的に言えばですね。まあ、一律和歌山の小園健太投手と。えー、森木大志投手と、風間九太投手の三投手をめぐって。おそらく、誰がナンバーワンなのかと議論になったかと思いますが。非常に三差三様で。 非常に意見が分かれるほどのます。まず、あの小園投手については、まあ、非常にカットボールなど、高速変化球をですね、非常に巧みに使い分ける高校生として、もう非常に高校生とした、まあ、異次元な、えー、レベルに達したピッチャーでした。正直言うともう、あのー、小園投手って結構もう十数年前にこのレベルだったら、うん、もうプロ1年目からでも10勝ぐらい上げられるんじゃないかなと思うんですけど、現代のプロ野球だと、ちょっとですね、 あのストレートにちょっと強さが物足らないので、この3年かけてそういったものを身につけていけば、d n a に現れた大エースの誕生になるんじゃないかなと、えー、非常に、えー、期待をしております。で風間投手は、ですねやっぱりその圧倒的な球威と平均球速の高さ、特に角度のある速球は、他の投手にはない魅力があると思います。これは本当にもう大学と社会人のピッチャーと比較しても、もうナンバーワンだと言います言えます。 ただ、ピッチャーとしての,です、ね、あの細かな技術、この点についてはまだちょっと見劣取るところがありますので、まずはじっくりと基礎を身につけていけば、まあ、あの本当、3年目以降に本格するんじゃないかなと思います。そういった点ではじっくり育てるソフトバンクはいい環境ではないかと思ってます。そして最後にです、ね、やっぱ森木投手はすべてにおいて、まあ、グ,レードグレードが高い、グレードなピッチャーなんですよね。まあ、本当、子供投手には変化球の種類が多いわけではなくて風、風間投手のように150キロ中盤を投げるわけではないんですけど、 どの試合もですね、140キロ後半が150キロ前半の速球投げて、でスライダーのフォークもあって、でカーブが実はすごいいいんですよねで。この点について、森木投手って非常にインタビューでも自信に持っていて、非常に緩急も使えるピッチャー。で非常に野球センスが高いので、非常にバッティングがいいんですよね。で、やっぱ阪神に入りましたけど、DS がないセ・リーグにおいて、でも大きなアドバンテージになるんじゃないかなって思います。でこの3人がそういった期待通りの成長してもらえれば、 まあ球界のレベルはもっと盛り上がりますし球界自体も盛り上がるので本当にエースに育て上げてほしいなと、えー、心から願っております以上です続いては記者の田中です今年田中は春夏と甲子園の取材を担当しましたその中で印象に残った試合を挙げていただきたいと思いますはい、えー、では私田中の方からは、えー、現地でこの春と夏 両方とも甲子園の方に取材に行かせていただきましたので、その中からまず選抜では、えー、有観客で最も盛り上がった試合を、えー、紹介させていただきたいんですけれども、えー、私が挙げたいのが、ですね選抜準優勝者明豊の初戦の相手、東播磨の試合の方を挙げさせていただきたいと思っています。まあ、というのも、まあ、序盤からすごいこう点数の取り合いで、こうどんな試合になるかなというふうにちょっと上からは見てたんですけれども、まあ、その後はこは点数を取り合って取り合って、 特に東播磨に関しては、こう自慢の走塁といいますか、足を使った攻撃で、ですね、明豊を苦しめた、準優勝の明豊を追い詰めたというところで、まあ、試合が終わった後も、えー、川崎監督もこう、東播磨さんのこう走塁はすごい勉強になったというお話がとても印象的で、そんなところに、ですねこう、私もすごく印象残ってますし、実際にスタンドにいる観客の方々も、こう東播磨の攻撃がすごくこう印象に残ってて、盛り上がっているなというところが。 私の心の中には刻まれてたので、この試合を挙げさせていただきました。で、続いては、えー、夏の甲子園ですね。まず、えー、最初にですね、私が取り上げたい、まあ、お伝えさせていただきたいのが、えー、初戦1回戦の方でありました、大阪桐蔭と東海大菅生さんですね。こちら,、えー、こちらに関しては、まあ、多くのメディアでも取り上げられてましたけれども、まあ、雨天コールドで、まあ、9回までできなかったというところが、まず一つ、私にとっても、まあ、最後まで、 やったらどうなってたんだろうという,こう優勝候補の2校の試合というところが、まあ、どんな展開になってたか特に菅尾さんに関しては終盤のこう強さというところもありましたので、まあ、ちょっと残念だったなという思いもありつつ、まあ、こう両チームのこう7回まででしたけれども雨の中全国の高校球場を代表するチームの戦いぶりがとても印象的でしたのでこちらの試合をまず1つ目に挙げさせていただきました、えー、でそれで2つ目こちらは今度は、えー、東北学院と 愛工大,大名電は田中の方がですねこうオフシーズンの間に取材をさせてもらっていてこう施設の素晴らしさであったりですとか注目選手も何人かご紹介させていただいてて、まあ、ちょっと知っているチームがあったというところもあったんですけれども東北学院さんの愛工大名電投手陣の攻略ぶりといいますかそういったところは本当にこう素晴らしいものがあってなおかつですね、えー、先発した伊藤君伊藤君が本当にこう強力の 愛大名電打線をしっかりと抑えたという投う打がしっかり噛み合って全国屈指の名門、愛工大名電相手に勝利したというところは、まあ、ドットコムはじめ多くのメディアでも取り上げさせてもらって今でもすごく印象に残っている試合でしたので2つ目に挙げさせていただきました最後は中学野球担当の私栗崎です私栗崎は取材の中中で印象に残ったた学球児を紹介していきたいいきと思います。 えー、この1年間取材してきて印象に残った野手を3人、そして投手、えー、の方も3人紹介していきたいなと思います。まず野手の方で紹介していきたいのが、大砲2人紹介したいと思います。それが、えー、愛知港ボーイズのラマル君と、えー、くしくも同じ愛知県の、えー、東海中央ボーイズの、えー、岡江君、この2人を、えー、大砲2枚として紹介したいと思います。えー、ともう本当にとにかく もうありきたりな表現ではあるんですけれども、とにかく長打力があるなというような強さがありまして、あと、決して多分、早熟ではない柔らかさの先天的な部分とか、そういった部分もかなりあるなというふうに感じました。この2人に関しては、大砲として高校でも活躍が期待されるので、名前を挙げさせていただきました。で、あと、野手でもう1人挙げますと、府中広島2000の木村海達選手ですね、キャッチャーなんですけれども、 えー、すごく人間的に素晴らしいキャッチャーで、で打撃も、えー、通算17本か8本か、それくらいでしたが、ね、攻守で活躍ができる選手で,で、本当にヤングリーグで春夏連続で日本一に貢献した選手なので、そういった部分でも、えー、経験もですね大きな強みになるなと思います。えー、そして、えー、最後にピッチャーですね。ピッチャーも3人紹介させていただきます。ピッチャーの方が まず、もう散々言われてますけど、湘南ボーイズの藤田投手、藤田竜星投手ですね。で、2人目が神戸中央シニアの安福投手ですね。えー、まず、サウスポーを2人挙げさせてもらいましたが、この2人は本当に完成度もスケールも大きな選手なので、その辺はかなり期待なんじゃないかなと思います。そして最後に右ピッチャー1人挙げさせていただきますと、最後に右手紹介したいのが、宮城仙北ボーイズの今野投手ですね。 で最初うちの方で取材させてもらったときは、背もまだ、えー、170そこそこだったんですけれども、180ぐらいまで身長も伸びてますので、えー、順調に成長してるんじゃないかなと思います。ということで、今回は高校野球ドットコムの編集部メンバーが、今年印象に残った取材や選手を紹介していきましたた改めて今年も1年も高校野球 com YouTube チャンネルをごご覧いいだき誠にありがとうございました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。